皆さんこんにちは。今回の動画では 3D 生成 AI の言うルマ AI が突如公開したテキストや画像から超高品質の動画を作れる動画生成 AI ツールドリームマシーン、机を叩いた音や鼻歌から曲を作れる楽曲生成 AI ツールスノの新機能、有名画像生成 AI の最新版ステイブルディフュージョン3ミディアムなど、ここ1週間の間にリリースされた最新の AI ツールの概要と使い方を紹介し、 AI 効果でアップルの株価が過去最高値を更新、小池百合子東京都知事の AI 百合子登場など、 AI 関連の最新ニュースをお届けします。それではよろしくお願いします。まずはドリームマシーンの紹介です。テキストから 3D モデルを生成できる AI ツール、ジーニーなど、3D 系のツールを開発するルマ AI は、突如、新たな動画生成 AI ツール、ドリームマシーンを公開しました。ドリームマシーンは、テキストや画像から高品質でリアルな一貫性のある動画を生成できる AI ツールで、動画を直接トレーニングデータとして使用することで、2分で高品質の5秒の動画を生成できるとしています。ドリームマシーンは、ツールページのトライナウボタンを押して、Google アカウントでログインすれば、月に30回無料で動画を作れます。ログイン後のページの上部にあるフォームに、作りたい動画のイメージをテキスト入力して送信ボタンを押せば動画が生成されます。また、フォームの左側にある写真アイコンから画像をアップロードし、画像をどう動かしたいかのイメージをテキスト入力して送信ボタンを押せば、画像が動画化されます。OpenAI が公開予定の動画生成 AI、空のプロジェクトページで提供されているテキストを入力して、ドリームマシーンで動画を作ってみましたが、画質が若干粗いものがあるものの、似たものが再現できました。画像を動画にする機能については、既存の動画生成 AI ツールで作れる動画と比べて動きはありますが、破綻が若干多い気がしました。ちなみに、サブスク登録するとより多くの動画を作れるようになります。3D モデル生成の分野で評価の高いルマ AI が開発するツールなだけに、今後の進化に期待です。続いては、スノの新機能の紹介です。テキストからボーカル入りの楽曲を生成できる AI ツール、スノは、以前から告知していた、アップロードしたオーディオファイルや録音したオーディオデータを参考に楽曲を生成できる機能を実装しました。スノの公式 X では、机を叩いた音や鼻歌から楽曲を生成する動画が公開されています。ジョウロを叩いた音からロックサウンドが生成されるデモ動画がこれです。いかがでしょうか。リズム音からロック曲が生成されています。ちなみにこの機能は有料のプロプランとプレミアプランのユーザーに提供され、スノの楽曲を生成するページに新たにアップロードオーディオというボタンができているので、ここから利用できるようです。なお、スノは全ユーザーに向けてソングラジオ機能を実装しました。この機能は自分や他人の楽曲の詳細画面のジャケット写真の下部にある3点ボタンを押して出てくるポップアップ画面で、 Go to ソングラジオを選択すると似たような楽曲がリストアップされ、リストアップされた楽曲を連続で再生できる機能です。スノに関してはこのチャンネルの別動画でボーカル入りの楽曲を作る方法を解説しているので、興味のある方はそちらの動画をご覧ください。続いては
ステイブルディフュージョン3ミディアムの紹介です。スタビリティ AI はテキストから画像を生成できる AI モデルの最新版ステイブルディフュージョン3ミディアムを公開しました。ステイブルディフュージョン3ミディアムは20億パラメータを搭載した小さなモデルながら高品質な画像生成を実現し、空間的推論、構成要素、アクション、スタイルを含む複雑なプロンプトを理解し、ディフュージョントランスフォーマーアーキテクチャという画像生成における最新技術を活用することでスペルや文字組みのミスを低減し、画像の中にテキストを表示する能力が向上したようです。また NVIDIA や AMD とコラボレーションすることでステイブルディフュージョン3ミディアムに最適化された GPU システムを搭載している場合にはパフォーマンスが向上するとのことです。ステイブルディフュージョン3ミディアムのモデルデータはハギングフェイスで提供されていて、非商用であれば無料で利用でき、商用利用する場合はライセンス登録が必要です。またハギングフェイスに無料の公式デモも用意されていて、フォームに作りたい画像のイメージをテキスト入力し、ランボタンを押せば画像が出力され、作った画像をダウンロードできます。続いては、Nite の PC 用ブラウザアプリ版の紹介です。シンガポールの AI スタートアップ、CrowPT Ltd. は、モバイルアプリで公開していたアニメ動画生成 AI ツール、Nite の PC 用のツールを公開しました。PC 用のツールには、ブラウザ版、Windows アプリ版、Mac アプリ版の3つが用意されています。Nite は、画面上でキャラクターが動くアニメ動画を作れる AI ツールで、PC 版ではモバイルアプリ版よりもパワーアップし、最大8つのアバターを自由に配置してサイズの調整も可能になり、顔認識でキャラクターを動かせ、プレゼン用、ゲーム配信用など多様なテンプレート機能が追加されました。ブラウザ版では、Nite の公式ページに行って、無料でスタートボタンを押し、 Google や Apple アカウントでログインすればお試しで無料で利用できます。ログイン後の画面の空白から作成の部分で、生成する動画の縦横比を選択してから出てくる画面の左側でアバターや背景、音楽などを設定して動画を作っていきます。キャラクターやボイスはたくさん用意されており、ツールに実装されているサンプルテンプレートを見ると、アプリの説明動画や会社の事業紹介動画、雑学ショート動画などいろいろな動画が作れるようです。なお無料版では5分の音声生成、最大1分の動画生成という制限がついていますが、有料サブスク登録すると無料版で使えない機能が解放され、より長い音声や動画が作れるようになるようです。続いては VLM の紹介です。株式会社サイバーエージェントは、75億パラメータの日本語大規模視覚言語モデル VLM を公開しました。 VLM はサイバーエージェント独自の日本語大規模言語モデル、サイバーエージェント LM2 に視覚を付与したモデルで、モデルデータはハギングフェイスで公開されており、商用利用可能なアパッチ 2.0 ライセンスで提供されます。またハギングフェイスに無料のデモも用意されており、デモページのフォームの左側にあるクリップアイコンから画像をアップロードし、フォームに画像についての質問をテキスト入力して送信すれば、画像についての質問に答えてくれます。続いてはピカの新機能の紹介です。人気の動画生成 AI ツールピカは、画像から動画を生成できるイメージトゥービデオ機能をアップデートしたと発表しました。ピカはツールトップページから Google アカウントなどを使ってログインすれば、動画を作れるクレジットが毎日追加されるので、ある程度無料で動画を作れます。ログイン後のエクスプローページで、強化されたイメージトゥービデオ機能で作られた動画を確認でき、いろいろなバリエーションの動画を作れるようになったことがわかります。なお、ログイン後のページの下部にある
イメージオアビデオの部分から画像をアップロードし、フォームに画像をどのように動かしたいかのイメージをテキスト入力して、星ボタンを押せば画像から動画が作れます。続いては、ジェンタイプの紹介です。Google は、新しい技術を試せる実験プラットフォーム、Google ラボスにおいて、同社の画像生成 AI、イマジェン2を搭載した、テキストからオリジナルのアルファベットフォントを生成できる AI ツール、ジェンタイプを公開しました。ジェンタイプは、ツールページに行って、Google アカウントでログインすると無料で利用でき、ログイン後のツールのトップページの左側のフォームに、どのようなパターンのアルファベットフォントを作りたいかのイメージをテキスト入力して、ジェネレートボタンを押すと、イメージに沿ったアルファベットフォントが生成されるので、右側のフォームに、アルファベットで英単語を入力し、フォーム下部のセーブアズピングボタンを押せば、生成したフォントが反映された英単語の画像をダウンロードできます。続いては、リートンの GPT-4o 機能の紹介です。株式会社リートンテクノロジーズジャパンは、無料の AI チャットサービス、リートンに、OpenAI の最新大規模言語モデル、GPT-4o を実装したと発表しました。リートンに Google アカウントなどを使ってログインし、ログイン後のページにあるフォームの下部で、GPT-4o を選択すれば、GPT-4o を使ってチャットできます。また、先日、iOS アプリ版が公開された。リートンのアプリ版、リートン使い放題 AI の Android アプリ版がリリースされました。アプリは Google Play Store から無料でダウンロードして利用できます。続いては、インスタントライトの紹介です。フォトグラファー AI 株式会社は、生成 AI を使った照明コントロールツール、インスタントライトを発表しました。インスタントライトは、画像内の照明を瞬時に編集できる AI ツールで、実際に触れる無料のデモが用意されていて、デモ画面の画像アイコンの部分に画像をアップロードすると、編集画面が立ち上がるので、アップロードした画像内でライトの位置を指定し、照明の色、光の強さ、ライトの奥行きを設定し、画像を生成するボタンを押すと、設定した照明を反映した画像が生成されます。なお、インスタントライトは、今後、ウェブサービスとして提供される予定だということで、広告クリエイティブやインテリアデザイン、イラスト制作、映像制作などでの活用が期待されます。続いては、スーパーガウシアンの紹介です。アドビリサーチの研究者らは、粗い 3D モデルを高画質化する AI 技術、スーパーガウシアンを発表しました。スーパーガウシアンを使うと、複数の視点の画像から 3D モデルを生成できる。既存のナーフやガウシアンスプラッティングといった手法に対して、高解像度の 3D モデルの出力を実現できるので、幅広い 3D アプリケーションでの利用が期待されるとしています。この動画を作っているタイミングでは、公開されているのはプロジェクトページと論文だけですが、プロジェクトページで公開されているサンプル動画を見るだけでもかなり期待できる技術といえます。ここからは、今週発表された AI 関連のニュースを簡単にまとめて紹介します。まずは、AI 効果で Apple の株価が過去最高値を更新の話題です。6月11日の米国の株式市場で、Apple の株価が 7% 以上上昇して、過去最高値を更新しました。これにより、Apple の時価総額は3兆1800億ドルに達し、マイクロソフトの3兆2200億ドルに次いで2位に浮上し、6月13日にはマイクロソフトを抜いて時価総額1位になりました。この上昇の背景には、6月10日から始まったアップルの年次開発者会議、WWDC2024 で、iPhone や Mac に実装される予定の生成 AI 技術、Apple Intelligence と、
OpenAI と提携してチャット GPT を Apple 製品に統合することが発表されたことにあります。 Apple 製品への AI 機能実装と OpenAI との連携発表についてはネットでも賛否が分かれていましたが、株式市場には好意的に捉えられたようです。続いては小池百合子東京都知事の AI 百合子登場の話題です。6月13日東京都知事の小池百合子氏は自身の X を更新し、生成 AI で作ったニュースキャスターの AI 百合子が子育て教育施策の所得制限撤廃について分かりやすく解説した動画を公開しました。使用されている AI ツールについて明記はされていませんが、おそらくヘイジェンや DID などの動画生成 AI ツールを使って小池氏の音声をクローンし、写真をアバター化して作っていると思われます。 SNS 上の反応は賛否分かれていましたが、7月に行われる東京都知事選を前に大きな話題となっていました。続いてはアップルがアップル製品に Google ジェミニ統合の意向の話題です。6月11日に開催されたアップルの年次開発者会議 WWDC2024 の基調講演でアップル機器に実装される AI 機能アップルインテリジェンスと OpenAI と提携し、チャット GPT とアップル製品が統合されることが発表されましたが、アップル系のニュースサイト925Mac によると、基調講演後のイベントで、アップルの幹部が、将来的には、ユーザーがクリエイティブな文章やコーディングに最適な AI モデルを選択してアップル製品で使えることを目指すとし、Google の生成 AI 技術、ジェミニなど、さまざまな AI モデルとの統合を進める計画であると語ったとのことです。アップル製品にジェミニが組み込まれるという報道はこれまで何度もありましたが、近いうちに正式発表されるかもしれません。続いては、アップルとオープン AI の提携をマスク氏が批判の話題です。6月11日、アップルは iPhone や Mac などの AI 新機能として、OpenAI のチャット GPT を活用した複数の機能を発表しました。このアップルの報道を受け、実業家のイーロン・マスク氏が自身の X を更新し、アップルが OS レベルで OpenAI のサービスを組み込むなら自分の会社ではアップルデバイスを禁止すると投稿しました。マスク氏は元 OpenAI の共同設立者ですが、現在は競合する AI サービスを運営していて、OpenAI と対立関係にあります。さらに、マスク氏は、Apple と OpenAI が提携したタイミングで OpenAI と同社のサム・アルトマン CEO に対して、訴訟を起こしていた件の訴訟を取り下げたと報道されていますが、理由は明らかにされていません。続いては、オラクルがマイクロソフトとオープン AI との提携を発表の話題です。ソフトウェア会社のオラクルは、マイクロソフトとオープン AI との提携を発表しました。この提携により、オープン AI が利用するプラットフォームが、マイクロソフト Azure に加えて、オラクルのクラウドサービス、オラクルクラウドインフラストラクチャにも拡大されます。オープン AI とマイクロソフトは、すでに長期的なパートナーシップを結んでいて、マイクロソフト Azure が OpenAI の独占的なクラウドプロバイダーとして機能していましたが、今回の提携により、OpenAI のクラウドプロバイダーとして、Oracle クラウドインフラストラクチャが新たに加わることとなります。この提携は、OpenAI の研究や製品、API サービスの負荷を支えるための重要なステップとなりそうです。続いてはマイクロソフトが GPT ビルダーの一般提供終了の話題です。マイクロソフトは2024年3月から同社の個人向け有料 AI チャットサービスコパイロットプロにて、自分専用の AI チャットコパイロット GPT を作成できるサービス GPT ビルダーを提供していましたが、6月上旬に提供を終了すると発表しました。7月10日以降、コパイロットプロユーザーは、コパイロット GPT を作れなくなり、
7月10日から7月14日までの間にユーザーが作成したコパイロット GPT キーとそれに関連するデータが削除されます。ちなみにエンタープライズユーザーへは引き続き GPT ビルダーが提供されるとのことです。続いてはマイクロソフトが Windows 11の新機能リコールの初期実装見送りの話題です。マイクロソフトは6月13日同社のブログを更新し、6月18日に発売予定の AI に特化した PC コパイロットプラス PC に搭載する予定だった Windows 11の新機能リコール機能の展開について、コパイロットプラス PC を購入してもすぐにリコール機能を体験できずに、まずは一部のテスターにプレビュー版が提供され、そのフィードバックを得て改善が完了した後に、すべてのコパイロットプラス PC でリコール機能のプレビュー版を利用できるようにする予定だと発表しました。マイクロソフトはリコール機能を発表後に、セキュリティ専門家などからサイバーセキュリティとプライバシーに関する懸念が多く寄せられたこともあり、リコール機能の正式リリースには慎重になっているようです。なお、この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは動画の概要欄に貼っています。 AI ツールに興味のある方はぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。